やっべ、超でかいんだけど。はい、スイッチヒーターを作った理由はですね、まずダイバさんと契約して一発目のルアーなんですけど、飛んでよく泳いで激流に強い、そういうシンキングペンションが欲しいですって自分から提案して、スイッチヒーターシリーズが始まりました。スイッチヒーターシリーズのサイズ展開して6タイプあるんですけど、使い分けとしてはまずベイトと、あと飛距離ですね。小場所か大場所かってわけじゃないですよ。基本スイッチヒーターは大場所で飛ぶように作られてますから、そういう大場所がいいと思います。はい、今ですね、ちょっと水深が浅いのと、ちょっとアクション重視でスイッチヒーター85ライトバージョン LV を使いたいと思います。したい、もうちょっと海より行かなきゃダメかな。飛距離出したいんでスイッチヒーター 120S プラス R にします。まあ中洲のサイド、こう沿いをイメージですよ。糸吹け微妙に少しずつ取りながら流してますね。今は結構流す沿いっていうのは馬乗せになってるとこ魚つくんで、だからイメージはあの渓流の脈釣り、この目印がどこでこう深く強く入るかっていう、そこをスイッチヒーターを流し込んでるだけです。で、浅いとこはこう竿立ててやります。今自分流してるとこ水深50センチぐらいしかないんで、今イメージはボトムゴロゴロ転がしてます。基本釣れないときはボトムか水面です。そのなんで水面がいいかっていうと、ラインが水に入ってないから。もうすれてるやつはラインが入ってるだけ嫌がるんで。次はですね、スイッチヒーター85で水面シェイクをしたいと思います。とにかく流れより早く巻いて動かす感じですね。まあ各サイズこうやって水面ロッド立ててやれば、もう全然シンキングペンシルでもトップオーダー的に使えるんで、こういう水面シェイクは効く時があるんで、ぜひ試してみてください。まずこのね 85S、 一番ダイバさんで初めて作ったルアーなんですけど、特にこのスイッチヒーター 85S にこだわったとこは、まず飛距離で、次に流れの速いとこで使える。やっぱあの自分がリバーシーバスが好きっていうのと、例えばその太平洋側の河口とかで釣りしてたら、サゲショウとかすごい流れが速くなるんで、そういうとこで、だいたいシンキングペンシルって意外に速い流れ弱いんで、そういうとこでも水面から飛び出さない安定したバランスが出せるものが欲しいと思って、春夏秋冬どのシーズンも行けて、河川河口、リバーシーバスと言われる中流域とか磯干潟サーフどこでも行けるということで、まあ標準的な9センチに近い85ミリというサイズにこだわりました。でね、この LV っていうのが同じ85の派生であるんですけど、ライトバージョンで軽くなって飛距離は 85S より落ちるんですけど、あの魚に見切られにくいアクションを重点に置いて開発しました。シンキングペンシルでどちらかというと結構尻下がりのもの多いんですけど、これはもうほぼ水平姿勢に近いです。それで水平姿勢に近いということで、この S 字の幅がね、ただ巻き一つでリトリーブの幅が毎回違うで、姿勢が水平なんで魚に見切られにくい、だからデーゲームとかでも全然使えます。この2つの使い分けも簡単です。飛距離が欲しいところ 85S、 どちらかというと飛距離より超過優先、もしくはちょっとタフだなと渋いなって時に85のライトバージョンを使っております。はい、この6個目はもう見ての通りなんですけど、ベイトがちっちゃい時でしかも飛ぶんです。で、あとですね、このちっちゃくてアクションを出すためにボーン素材を使用しております。で、ボーン素材を使用したことによってこんなちっちゃいのにすごい泳ぐようになりました。で、あと面白いのが、これを僕トップウォーター的に使ってまして、あのベイトがちっちゃくて遠くまで飛ぶんで、結構トップ的に使っても結構釣れるんで、日中のデイゲームでもかなり武器になります。はい、この 97DH のコンセプトはとにかく飛ばす。大河川、一級河川と言われている河口、もしくはサーフですね、砂浜、あと干潟とかで、やっぱ釣りしてて
あの潮目でな鳥山立ってんだよなっていうのをすごい多々経験してまして、そこで100メーター近くメタルジグぐらい飛ぶ新編がどうしても欲しかった。でそのコンセプトでできたのがスイッチヒッター97DH です。レンジがねダサいんで遠浅さんとこでも使えるんでかなり武器になると思いますね。この 105S 当然流れにも強いんですけど、どちらかというと今までいろんなアユイワシ系だったんですけど、これねどちらかというとベイトがねボラの時に強いですよね。ちょっとベイトが太めのタイプの時強いです。であと105なのにシルエットが若干太いんで魚を寄せるパワーも強いんで初めての場所なんかにも向いてると思います。でしかもこの重心度入ってるんで飛ぶんですよ。飛んでしかもこの S 字の幅がこう不規則に入るんで魚がバイトしてくるチャンスが非常に多いです。はい、今自分はですねあの都市部を流れる都市型河川に来てます。場所は下流域で都市部ということで水が常に濁り気味で餌も多いです。で水深も深いところで多分まあ深くて3メーターから5メーターぐらいなんで潮が流れるタイミングに潮目が発生してその時がチャンスなんで、ただその潮目が発生したとこが遠かったりするんで、とりあえず今ちょっと今見た感じ潮目が遠いんで飛距離が出るスイッチヒッター 120SR をチョイスしました。では頑張りたいと思います。いけそうな気がするんだけど、やばい流れ、でも流れの強弱がないな。全くベイト跳ねないですね。すげえ当たりちっちゃい、バチ抜けみたいな当たりです。急に気が出てきた。来た、スイッチヒッター120で組みました。よいしょ、はあ、釣れた。はあ、スイッチヒッター120で組みました。嬉しい。はい、潮目が出てきてちょっと魚の気配が出てきたらヒットしてきました。やっぱそのベイト系がない時はヒットしないんで、やっぱベイト系がある時に集中してリトリーブを集中して魚がいそうなところに流れを見つけたらそこを粘ったら釣れた感じです。ちょっとアピールが必要かなと思って120をチョイスしたら食ってきました。はあ、多分今日釣れるでしょ。まだはい、このスイッチヒッター 120S もうこれはねスイッチヒッターシリーズでね一番時間もかかったし僕に思い入れの強いやつなんですけど、まず120というシルエットのシンキングベース意外にない。でしかもあるんですけど大体2フックなんですよ。で2フックじゃなくて3フックにしたい。そうするとですねシルエットも大きいんですけど新編ってリップがないですから結構泳ぎ出しにくいんですよ。で ABS で作ったんですけど泳ぎがちっちゃかったんですよ。でどうやったらこのシルエットで針が3本トリプルハンガーなのにどうやって動きを出すかって考えたのがこの横合いですね。まず横合いにしたことによってこの S 字が出るようになりました。ただそれでもまだちょっと僕的には物足りなかったんで ABS ではなく透明のプラスチックではなくあえて浮力が強いボーン素材を利用しました。そのしたことによってですね例えばその潮目の中に入った瞬間とか流れの境目とかに入った時にふわってちょっと浮き上がるんですよ。浮き上がりっぽくしかもスライドしながらふわって上がるんですよね。それがすごい食わせの間ができてそれがねバイトチャンスが非常に増えてね実は僕これ一番好きなんですよね。これモアザン LBD のローギア使ってるんですけどローギアで1秒1回転ですね。とにかくね同じリズムで巻くってことですよね。で流れの変化とか潮目の中にスイッチヒッターが侵入したら勝手にふらついてくれるんでその時に食ってくるんですよ。で今ずっと一定で負けてくるんでそういうとこはいないですよね。で巻いてきてあれここちょっと巻き心地重いなってとこでヒットしてくるんでとにかく巻き心地だけで流れの変化を見つけるのがスイッチヒッターの釣り方かなと思います。一緒です、一緒です。スイッチヒッターも全部一緒です。もう流れのスイッチヒッターシリーズの特徴は流れの変化に入ったらちょっと暴れるんですよ。ふんってスライドしたり
跳ね上がったりするんで、その時にバイトしてくる感じですね。スイッチヒッターアップで上げた方がね、 S 字のスライド幅が大きくなるんですよね。だ個人的には釣れない時はまあアップクロスでやることが多いですね。よし来た、おっしゃー、流れ聞いたら当たったけど、ちょうど今流れが聞き出したタイミングで潮目が発生した時にヒットした感じです。ただ潮目が遠くにあるんで手前では当たりがないんで、ちょっと遠くの潮目まで届くスイッチヒッター 120SR をチョイスしました。今流れ聞いてきたら多分これから来ますよ。ポイントが遠いっていうのが、そこに届くっていうのはやっぱ武器ですよね。はい、遠くの潮目にスイッチヒッター 120S プラス R を投げたらガツンと食ってくれました。嬉しいです。このねプラス R になってリニューアルしたことね、何がすごいかってもうね一つあるんですよ。すっごい立ち上がり良くなりました。従来のは結構ボンってロッターを追って戻らないこともあったんですね、重心移動が。これはね、ほんと軽い力で戻ってくれるんで、もう着水してもうワークションいたらもうほぼ泳いでる感じですね。もうとにかく立ち上がりが素晴らしくなりました。で、何よりも飛ぶんです。 80m 近く飛ぶんで、タックルはミディアムヘビーぐらい使った方がいいですね。柔らかい竿でやると飛ばないんですけど、硬めのオーバーパワー気味の竿でやるとすっごい飛びます。だからもうこれはね、場所を選ばないですね。もう僕の中でシルエットも大きいんで、いろんなベイトいけるんですよ。ボラも当然いけるし、アユもいけるし、イワシもいけるし、コノシもいけるし、とにかくちょっと大場所でシーバスの活性をチェックしたいなとか、そういう場所、あとしかもね、でかいのよくかかるんですよ。そういうのもあるんで、僕の中ではもう先発はこれになりますね。スイッチヒッター 120S プラス R になります。潮目がなくなっちゃった。またあの沈黙が始まっちゃいましたね。まだ大きい水流れてるんで、いけそうな気がするんだけどな。うわー、当たった。いる、まだいる、まだいる、まだいます。乗らないときは針交換です。キッシュルはちっちゃくしたら乗るんかな。でも多分これ使ってる方がサイズでかいですよ。せっかく今でかいのいるから、でかいの釣っちゃいますよ。これでああ乗らなかった。あ、乗ってます、乗ってます。遠くの潮目に投げたらヒットしました。お、そこそこいいんじゃないですか。これ着水してすぐ来た感じですね。やっべ、超でかいんだけど。最初濃いかと思いましたよ。結構高いね。80あるね。着水して3巻きぐらいしたらドゥンってきて、あら乗らなかったって巻きで、もう一回巻き続けたらグーグーグーって引っ張った感じです。結構寄せるの大変でしたけど、ちょっとでかいんで嬉しいですね。